どうも、バキバキ童貞です。AV 女優、リプライクイズ。はい。何でしょう。セクシー女優さんの、ツイッター、まあ、ツイッターであったりとか、うん、インスタグラム、まあいろいろ皆さんやられてるじゃないですか。やってるやってる。うん、そこに、毎回結構なんかその、途方もないリプライが飛んでくるじゃん。ネットの暗部だよ、それ。闇だな。そんなことからちょっといくつか抜粋しますね。おいお前、これやばいって、セクシー女優、本当に。あれ闇なんだから日本のセクシー女優のリプライはさ、ちょっと深淵を覗いていただこうと。わかりました。なるほど。クイズでございます。あ、僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 じゃあ第1問。あー、深田栄美さん、はい、栄美さんちょっといいですか。はい、っていうやつに対してのリプライだね。めっちゃタイプですが、はい、何々何々ってますかね。ほう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 。まあやっぱちょっと上からな感じですね。そうですね。基本やっぱ、うん、その上からっていうのが最低条件というか。まああるよね、上からですよね。うん、僕には嫁がいてしまうので手が出せない。でもポコチンが反応しちゃってますがね。どう？ポコチンが反応しちゃってますがねの部分は結構惜しいです。おまあまあそんな感じのニュアンスのことを言ってますね、そこの部分は。これじゃあ答えもらおうか。正解じゃあ、はい、まあ、お送りします。こちら、めっちゃタイプですが俺は48歳おじさんなんだよね、抜かせてもらってますがね。なんだこれ、さんってこれ怖いね。自己紹介ほら、そうね、自分語りって好きあらば自分語りだから、うん、それよりもっと深い語を感じるな。本当に言い寄られてるみたいな。あー、そうね、すらちょっと。そうですね、お兄さんって言われてるけど、いやいや俺なんてもうおじさんだよ。そう、ルパンのさ、はい、カリオストロの城でさ、はい、そのルパンとさ、はい、クラリスってさ、すごい年齢が離れてるからさ、はいはい、ルパンが手出さないでこう抱きしめないで抱きしめないで行くんじゃない、はい、あの感じでめっちゃタイプですが俺はもうおじさんなんですねっていう、はい、そのカリオストロずらしてるな、こいつは。まあ、かっこよく言ってますね。うん、ではもう一問、深田栄美さんから。はい、ありがとうございます。こちらでございます。はい、文で言うとマジピエンですねって。マジピエンですね。という深田さんの、はい、はい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 。まあちょっとそうですね、ヤンデレ女子の。ヤンデレ女子、はい。で、それに対してそっか。そうですね。JK がで始まった。まあストロングゼロ飲むなよ。うん。俺のチンポしゃぶってよ。あー。あー、俺のチンポがストロングゼロだよ。あー。どう、強くなっちゃってる。あ、あの、文章自体に、いわゆる隠語は入ってはないですね。あー。うん、JK が。まあ JK が酒飲んでるから、まあ、注意みたいなニュアンスが入ってますよね。はい、JK がストロングゼロ飲むような国に誰がしたんだよ。熱っ。熱いよ。それは別のヤバい人かもしれない。違う、政治。JK がお酒飲んでたら、ね、おじさんが補導しちゃうよ。ああ。まあ、それをも、それっぽいことをもっとキモく言ってる。これはいただければ。ああ。JK はママのおっぱい飲まなきゃダメでちょ。ストロングゼロなんかダメよ。ちょっと行き過ぎたかもしれない。行き過ぎた。正解、JK が飲酒するとおまわりさんに捕まりますよ。あー、結構でも軍備近かった。ちょっとそうですね、近かったんです。なるほどね、口調も近かったんだ。なんなら面白い、これやっぱ叶わないんだよね。そうですね、本当のポコチンのうずきで書いた文章だからさ。そうですね、ポコチンに墨をつけてさ、こう書いてるから。それはね、超えられないよね。うん、でもそれを超えてみたい。続きまして、こちら、うん、浜崎真央さんですね。あ、浜崎真央さん、はい。炊飯器を持って、うん、ちょっと決めポーズしてるような。うわ、エロいな。浜崎真央さん、僕ね、共演したことあるんですけど、はいはい、勝ち越し TV で、うん、サスペンダーズ古川さんがそれ見たときに、うん、尊敬します。浜崎真央さん、僕、大好きで、ほんとに、尊敬します。尊敬された覚えがあります。この炊飯器って、前、ヒルナンデスでなんちゃんが紹介してるの見たよ。あ、全然関係ないこと言う。うん、でも、だいぶ惜しいとこ言ってます。お、めちゃくちゃ惜しいです。要するに、エロいことはそんなに言ってないです。なるほど。でも、なんか気持ちいいっていう。なんだ、この炊飯器って、なんだろう、アメトークの家電芸人で言ってたよね、みたいな。なんでテレビで見たよ。まあ、もう、めちゃくちゃ惜しいです。はい、正解はこちら。この炊飯器って美味しく炊けるんだよね。CM で見たよ。あー、ちょっとキモいね、やっぱ。触れないのキモいね、おっぱいに触れないの。そうですね。そう、おっぱいに触れてもキモい。触れなくてもキモい。セクシー女優のリプライで茨だね。確かに、キモくなっちゃうんだな。ね。これエロい写真だな。普通にこれ保存しよう。だってめっちゃ可愛い。出してもらおう。深田恵美さんのツイッターの問題でございます。はい。うん。
おお。気分はマジチョベリク。おお。うんうんうん。こんな格好、まるまるしたら、まるまるになっちゃいますね。まあでもさっきのストロングゼロみたいなイメージもある。こんな格好して、街歩いてたら、お堂になっちゃいますね。うん、とかね、うん。そうですね。学校行き通ってたらとかそういう。ああ、こんな格好して学校通ってたら、野球部に、レイプされちゃいます。惜しいです。来た。惜しいです。最初の、はい、もう隠してるとこだけ。はい。こんな格好で電車に乗ってたら。なるほど。うん。こんな格好して、電車に乗ってたら。大乱行？正解です。ならねえよ。早いって。なんてか早いって。じゃあ、最後の問題。最後。はい。そうで、まあ、1問あれだからね。はい。結構、グンビーさんもお仕事されてます。うん、ただいまひろさんです。おー。食べてるとき幸せって、食事してるやつですね。健康でないと。まあでも、要は食欲も、うん、性欲もみたいな。ああ、まあそうですね。最初は食欲も性欲もあって。ああ。食欲も性欲も、そして。性欲の後になんかあるんだ。睡眠欲？あ、そうです。ああ。睡眠欲です。最後、とどめの一言ですね。献血をしてください。ああ、悔いはないっす。いや、キモいっす。それもキモいっすよ。睡眠献血を。健康管理してください、みたいな。このシンプルに。でも、それだとまあ、理にかなってるじゃないですか、話。はい、はい、はい。別に理にもかなってないです。あるたいな。強いてヒント言うなら、はい、なんか、本当に、実家のお父さんとお母さんからなんか手紙が来たとか。なるほど。親の手紙だったら。うん。お金を貯金してください。ああ、ではないですね。保険に加入してください。でも、ないですね。それ、うん、違いますね。違う。まあ、答えもらうか。難しい。じゃあ、正解は、はい。健康でないと、食欲も、性欲も、そして睡眠欲もなくなってしまいます。青春を謳歌してください。何様なんだと。これはひどいね。そうね。青春の話じゃないけどな、別に。なるほどね。まあでも、この人が多分、自分がもう今何もなくなっちゃってるから、やっちゃってるんだろうな。あ、自分の、ものすごく、この、ただいさんのことは関係なく、はいはいはい、自分の話をしちゃってるんだろうな。食欲も性欲も睡眠欲もなくなってく。辛い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 。あ、なんか頑張ってる。今楽しそう。今、だけですからね、それできんの。青春をせいぜい謳歌してください。ああ、そういう感じなのかな。だと思うな。たたいさんで思い出したんでね、うん、その親戚のタークっていう、はい、ターク男ね、はい、タークっていう僕にそっくりな僕のおじさんですよね、はい、お調子者でいつも笑わせててっていうね、うん、でもフリーターになってあんまり働かないで、うん、もう60ぐらいの、うん、ね、であんまり連絡取れなくてもう、うん、変なちょっともう行方不明ではないけど、うん、消息が取れないというか、ね、うん、連絡取れないみたいな感じだったけど、たたいさんのツイッターパーって見たら、たたいさんにリプライでそのいつも私の甥がお世話になっておりますこれからもよろしくお願いします。タークタークがいた一番キモいところにタークが見つかった話忘れらんないね、これやっぱ。すごいですね。うん、すごい奇跡ですね。タークは連絡来たりとかもちろんない。来た来た、その後、いつ見てるよ、つって。おうん、それめっちゃ久しぶりですよね、つまり。もうめっちゃ久しぶりですね。うん、またやりたいね、これ。そうね。確かにいくらでもあるでしょうからね、これは。そして今も多分生み出されてますからね。怖い。怖いね。この瞬間も怖いね。怖いね。やめろ。これ見てるっつって、もしそういう人やめてくれよ。もう。作中中みんな嫌がってるから。あれで心病むんだからね。君の恋人じゃないんだから。うん。作中女優は。うん。ね。ではまた。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。